はい、アランド40の楽器です。本日は巷で神スマートウォッチと評判の高い中華製スマートウォッチ、Xiaomi の Mi Watch をちょっと今更なんですけども購入しましたので、その開封ご紹介動画になります。前回神スマートウォッチとしてご紹介しましたファーウェイのこちら GT2 Pro と肩を並べるくらい評価が非常に高いこの Mi Watch ですねをファーウェイの GT2 Pro と比較をしながら実際どうなのかレビューしていきたいと思っております。はい、ってな感じでこのチャンネルではこういったスマートウォッチや PC 周辺ガジェット、音響周辺機器、気になった電化製品を実際に購入して開封使用してみる動画をお送りしておりますので、気になった方はぜひ今のうちにチャンネル登録をして次回の動画をお待ちいただけると非常に励みになります。それでは開封していきましょう。Mi Watch出てこい、おりゃ、おープン、おー、いいな。やっぱ新品をこの開ける時が一番ワクワクしていいですね。じゃあちょっと本体を取り出していきましょう。よいしょ。ああ、いいですね。いい感じです。素晴らしい。この質感はすごくもういいですね。持った感じでなんとなくわかります。同梱物はこちらの紙、保証書が1枚と製品の説明書が1冊かなと、充電のケーブルですね。これはマグネット式になってますね。これも剥がしていきましょうかね。よいしょ。ここか、あ、こうですね。こんな感じでマグネット式でくっつく充電器になっております。はい、本体を詳しく見ていきましょう。とここのペリペリももう剥がしてしまいましょう。もういいですね。もうね、パッと見質感が高いです。でこちら重さがですね 32g と非常に軽いです。こっちのファーウェイ GT2 Pro は 50g 以上あるので 20g も軽いスマートウォッチになっております。非常にかっこいい出来栄えで、今回購入したのがネイビーなんですけども、これの他にベージュ、ブラックと3種類の色が選べます。でね、このストラップですね、ベルトもですね、こうよく見るとこういう感じで線が入ってるんですね。ちょっとこう分かりますかね。なのですごく肌触りがいい感じです。ベトベトしない、すごく質感がいい感じですね。でこの樹脂の材質もガラス繊維強化樹脂を使用しているみたいなので、結構丈夫に作られているようでございます。じゃあちょっと電源を入れていきましょう。ポチ、両方長押しかな。ポチ、お、来た。言語を選んでいくので日本語を選んでいきましょう。で Xiaomi のアプリをこれでスキャンしてスマホにインストールしてくださいねという感じです。私はもうスマホをインストールしているのでこんな感じですね。ですので Mi Watch を追加する、だからウェアラブルデバイスの追加、デバイスを追加だ。そして Mi Watch を追加で、これだな。デバイスを検索中、ポチッと同意、ペアリング、 OK。 あ、ちゃんと教えてくれる感じですね。アップデートいいですね。ちゃんとこういう形で、まあ、頻繁にかどうかはわからないですけども、アップデートも一緒にしてくれるっていうのがありがたいですよね。じゃあしばしアップデートが終わるまで待ちましょう。はい、ということでセットアップが完了しましたので、実際に装着してみたいと思います。あ、いいですね。軽いなあ、軽い。こっちのファーウェイの GT2 Pro と比較するとやっぱり 20g の差は結構大きいですね。こっちの方が全然軽く感じます。こっちいろいろサファイアガラスとかチタン合金とか使って結構頑丈に作られて高級感があるので、まあ、仕方ないなという部分はあるんですけども、軽いですね。これはサクサク感が半端ないですね。こっちのねファーウェイ GT2 Pro は若干もっさりするんですよね。ほんのちょっとなんですけど、ちょっとねラグがあるっていうか、こっちはね、分かりますかね、こうほら指についてくる、これちょっと指の後に若干0コンマ何秒後かぐらいにくっついてくるみたいな、そんな感じなので、このサクサク感は結構すごいですね。これが1万円ってめっちゃやばいな。でこちらディスプレイの解像度は 454×454 ピクセルで 326ppi となっておりますね。ファーウェイのさっきからよく出てくる、ここに置いときましょうかね、もうねこんな感じで、よし、これでどうだ。こちらファーウェイの GT2 Pro と比較してみると画面保護がない、こちらで言うとサファイアガラスをこの表面上コーティング使ってるんですけども、こっちは何にもコーティングしてないので結構指紋とかがこう残りやすいですね。こっちはそんな残らないっていうか、残りづらいっていうかほぼ残らない感じなんですけども、ちょっとまあここが2万円台と1万円台の差かなという感じです。でウォッチフェイスはねすごく豊富で、確か100種類以上あるみたいでございます。アプリをダウンロードする必要はあるんですけども、結構自分好みのウォッチフェイスに変更は可能なんじゃないのかなと思います。じゃあね、ちょっと早速左手に Mi Watch をつけて、右手にこちらファーウェイの GT2 Pro をつけてですね、いろいろと心拍測定とかエネルギー、睡眠時間、ストレス、SPO2 とか運動をですね、使っていってみたいと思います。はい、というわけで、あれから1日半ぐらいですかね、実際に Mi Watch を使ってみて、まず機能面からいくと、心拍数、この心拍測定の精度が結構高いかなというふうに感じました。実際いろいろネットで調べたり、他の YouTuber の皆様の動画を見てみたら、やはりね、結構精度が高いみたいです。これは結構素晴らしいなというふうに感じました。で、もう一個が今度エネルギー残量ですね。今エネルギー不足ってなってるんですけども、これがね結構面白いなと。なんかね、Xiaomi 独自のアルゴリズムをもとにこのエネルギー数値っていうのを算出しているみたいでございまして、なんか結構合ってるのかなみたいな、個人的にはそんな感じでございます。あと睡眠時間ですね。ちょっと昨晩はあんまり寝てないんですけども、これも結構正確で面白い、ちゃんとこの数値で評価点で表してくれるっていうところも面白いなと思いました。分かりやすいですよね。で、あとね、ストレスですね。これ今81ってなってるんですけど、多分腕にしてないから81ってなっちゃってるのかなと思うんですが、このストレスも数値化で見れるっていうのが面白いなと思います。 SPO2 測定っていうのも、実際に今こうやって測れば測れますし、常時計測でずっと測っているものなので、これの精度も結構高いんじゃないかなっていう風に感じてます。実際いろいろ調べたら、やっぱり精度は結構高いみたいですね。中華製という枠組みで侮る時代ではないなと、逆に最先端いってんじゃないのかなぐらいな精度、機能性でございます。で、あとこれをつけたままファーウェイの GT2 Pro と Mi Watch 両方つけてランニングをしてみたんですけども、これもね結構 GPS 搭載していて精度が高かったです。こっちがね確か4つの衛星から GPS を受信してるということでございます。で、こっちが確か3つだったかな。なのでこっちの方が精度的には高いんですけども、実際に使ってみてあんまり変わんない気がしますね。若干こっちの方が GPS の受信の時の速度が速いかなっていう感じがします。実際にアプリで見てみると分かりやすいんですけど、こんな感じでアプリとリンクしてるんですけど、これがランニングで、これが GPS になります。結構ね拡大していくと、若干道外れちゃったりとかしてるんですけど、これもね道に若干トンネルがあったりとかして、それでトンネルとかで GPS が外れちゃってるのかなっていうところはあるんですけども、結構正確な測位かなという感じです。ちなみにこっちがファーウェイの GT2 Pro の GPS 測位になります。若干やっぱり Mi Watch の方が測位的には正確なような感じがしますね。個人情報なんでモザイクかけさせていただいて、なかなか分かりづらいところがあるとは思うんですけども、使ってみた実際の感想から言うと、若干 Mi Watch の方が測位精度は高いかなという感じです。アプリ上でいろいろとこの睡眠であれば睡眠の詳細なんかもこう表示してくれたりとか、あとは心拍数もそうですね。ここはランニングした時間帯ですかね。詳細を表してくれたりとか、ストレスも同じく時間で重度、中程度、軽度、リラックスという数値で表してくれたりとか、血中酸素もですね常時測定しているのでいつでも見れるようになってますし、エネルギーも68マックスから今現在で残り 32HP という感じですかね。なので非常にこれ面白いですよね、見てて。とこんな感じになっておりますので、アプリが必須になってしまうんですけども、アプリと連携することによって素晴らしい機能を発揮しますという、そんなスマートウォッチでございます。こっちも一緒ですけどね。あとはもうこの時計上で、アラームとかストップウォッチ、タイマー、気圧計測、海抜計測、コンパス、あと通知もですねここで見れるようになってますので、絵文字もある程度であればバグらずに表示してくれるみたいでございます。ただねこれ1回見るとねメールが削除されちゃうんですよね。こういう感じで見ました戻ります見ました戻りますでこう消えちゃうっていうね、ここがちょっと残念かなという感じなんですけども、あとは懐中電灯、この画面が光って懐中電灯代わりにもなりますし、バッテリー持ちもねこっちとあまり変わらない気がしますね。なのでフルフルっていうのがまあどういうあれなのかが何とも表現しづらいんですけども、自分が必要とする設定をした上で、普通に使えば1週間弱ぐらいは持つのかなという、そんなバッテリーの持ち具合でございますね。まとめていくと、非常にコスパが高くて非常に完成度が高いスマートウォッチだなというふうに思います。アプリと連携することによって、さらにその性能は面白く分かりやすく数値化してくれるので、そこもいい点かなと思います。こっちのファーウェイの GT2 Pro と Xiaomi を比較してみると、こっちはねちょっと重いんですよね。サイズがちょっと大きめでごっついので、男性専用かなという、そんなスマートウォッチになっております。あと若干操作性ですね、ラグがこうあるので、そこはこっちの方が優秀かなという感じです。サクサク動きますんでね。あとは衛星ですね、こっち4つ衛星受信できて、こっち3つなので、先ほどアプリでも見せましたが、若干 GPS の追従性はこっちの方が上かなという感じがいたします。こっちはこっちでごっついなりに、サファイアガラスを使用していたりとか、あとチタン合金ですね、使用して非常にかっこよく仕上がってますし、心拍数歩数計の精度も結構高いですし、こっちと引けを取らないですね。いろいろ調べたんですけど、あとこれは電話自体で通話ができますね。スマホが近くにないといけないっていう条件はあるんですけども、あと音楽もですね、これ音が鳴るので、どこまでを求めるかという、そこの線引きかなという気がしますね。こっち3万円弱前後ぐらい、こっちが1万円1万2、3000だったかな確かぐらいで、ハイエンドとミドルレンジを比較するのも結構酷かもしれないんですけども、両方ともね非常にスペックが高くて機能が高くコスパがいいスマートウォッチなのは間違いないですし、両方とも買って失敗したって思うことはまずないかなというスマートウォッチでございます。何気にね、こっちのミーウォッチの方のバンドですね、この溝、小さい溝がね結構いい役割を果たしております。蒸れにくいです。汗がかきづらいというか、汗が蒸発しやすいのかな。結構優秀ですね。あとは購入して使う方がスマートウォッチにどこまでを求めるかによって、どちらかを購入するかを決めたらいいかなと思います。私は両方買ってしまったんですけどね。はい、ってな感じで今回の動画はここまでにしたいと思います。購入を検討されている方の参考になれば幸いでございます。また次回も気になった商品ですね、スマートウォッチとか PC 周辺機器購入してご紹介していきたいと思っておりますので、気になった方はぜひチャンネル登録をして次回の動画をお待ちいただけると非常にありがたく思います。それではまた次回の動画まで。じゃあね、バイバーイ。